アイテム番号。SCP-1112。オブジェクトクラス。セーフ。特別収容プロトコル。SCP-1112 は常に収容セル1112に格納されます。SCP-1112 の研究許可は、博士を経由するべきです。その損壊のしやすさから、職員は注意してオブジェクトを扱うよう推奨されます。追加の予防措置は不要です。説明。SCP-1112 は西暦、年頃の、漢王朝時代の4体の影人形の総称です。オブジェクトは塗装された皮から切り出されており、高さは30センチメートル、12インチ、で、その時代の特色を示しています。人形は関節と結束した木の棒によって動かされます。操作されていない場合、オブジェクトは特異的な性質を示しません。SCP-1112 の知覚的な効果は、オブジェクトが1人以上の人間によって、伝統的な影絵芝居のように光源と半透明なスクリーンの間で動かされた時に明らかになります。演劇の観客全員は、投影像を自身の生活においての個人、疎遠な人物、もしくは会うことのできない人物として知覚します。影絵の、演じる、場面は対象の人生を切り取ったものであり、対象の記憶に一致する、もしくは推測に基づいた比喩的なものです。対象にとっての個人、複数化、がシーンの主題に含まれるという一点を除き、すべての演劇に共通点は確認されていません。人形の影のみが視認可能であり、人形はしばしば不可視の人物や小道具と相互的に関わります。文書化されたシーンは実験ログ1112、1を参照してください。それぞれの投影像は原型的なデザインであり、親や家族やロマンチックな絆といったような、人間関係の部類を象徴します。対象はそれぞれの投影像を、特定の関わりを持ったことのある、接触不可能な人物として知覚します。対象の人生の中に対応する人物がいない場合、投影像は異次要性を示しません。被験者の綿密な観察により、影が全ての局面で視聴者しか知らないであろう神経性痙攣と仕草さえ反映し、現実の個人として振る舞うことが明らかになりました。影絵は通常の影絵人形では不可能なほど円滑に、精密に動きます。しかしながら、投影像は発生を行いません。男性の投影像が女性の投影像として観察可能であり、またその逆も可能であることに注意してください。現在 SCP-1112 に含まれているオブジェクトのリスト。SCP-1112-1 伝統的なガウンを着た側女の人形。多くの場合、死亡した交際相手、元妻、昔の交際相手、片思いだった相手として観察される。SCP-1112-2 戦闘用の甲冑を着て剣を振りかざしている皇帝の人形。対象の死んだ、別居中の父親、または父親的存在として観察される。SCP-1112-3 王室儀の皇后の人形。対象の死んだ、別居中の母親、または母親的存在として観察される。SCP-1112-4 悪魔的な外観で凝った装飾の、行者のように見える人形。対象に物理的及び、または精神的なトラウマを負わせた者として観察される。オブジェクトを動かすことに対するミーム的な強制効果は確認されていませんが、それを行う個人、使用者、と呼称、は、演劇、が終了するまで無口になります。スクリーンの裏側を注視したとしても、人形の知覚的効果の原因は明らかになりません。使用者は単に自身の欲求と能力に応じて人形を動かし、外部からの刺激には応答しません。人形がスクリーンの裏側で動き続ける限り、SCP-1112 の効果は現れます。使用者が人形の操作をやめた場合でも場面は収束に向かいますが、結末は多様です。演劇における使用者の演技は観客からは視認されることはなく、主題への理解とは無関係です。複数の人間が部屋に存在する場合でも、演劇の性質及び内容は個々の観客に合わせて具体的に対応します。シーンの内容は使われた人形。対象が知覚した人間との関係状態、及び他の心理的な思考に応じて著しく変化する傾向にあります。演劇の感情的で身に迫った内容のため、記録された場面の文脈的理解は対象の解釈に委ねられます。しかしながら、その内容は対象の愛する人物の人生の、しばしば個人的な、不可解な、不快な、暴露を含みます。
一つの人形のみを使って記録された演劇では、人物のリアルタイムでの最後の時間、出産、子供の頃、トラウマとなった経験、日常生活、個人的な成功の喜び、およびさらに困難でおそらく発生不可能なシーンが含まれています。これらはその人物の人生後半のいくつかの局面を象徴した表現であると考えられます。複数の人形が含まれる演劇では内容が著しくはぐれ、投影像は大正自身の思惑についての座談会、発生の不足のため、これは推論です、を催し、それらは、データ削除済み。実験ログ1112-1。実験1112-1。対象。D、12344死亡した母親を持つ中年男性。人形。1112-2。報告内容。対象は演劇が進行するにつれ次第にとなり、博士に質問された時は敵対的になりました。D、12344は鎮静化され、博士が SCP-1112 の性質を説明して対象の協力を取り付けられるようになるまで、強制的に精神病患者交流棒に置かれました。報告によると対象は自身の母を観察しましたが、それは見えない加害者によって3分34秒間暴行を加えられていました。死因は対象の母親の当時のパートナー、カンザス州ウィキタ市のによっての暴行と一致しました。財団エージェントはウィキタ市警から当該の記録を手に入れ、の家庭内暴力の容疑を発見できました。添付された警察の報告書により、一連の出来事の実存が確認されました。私たちは SCP-1112 が提供したシーンが事実であることを確認しました。このことから SCP-1112 は、観客に向けて、演じる、内容についての限定的ながら完全な知識を有するか、不明な方法で古い記憶を掘り起こしていると言えます。研究が進行中です。博士。実験記録1112-3。対象。D、13996死亡した両親を持つ中年男性。人形。1112-2および1112-3。報告内容。対象は9分14秒にわたって、社交ダンスをする彼の母親と父親の影を観察したと述べました。D、13966はこのような場面が実在したことを知らず、彼らの結婚は一般的に安らかであったと強調しました。演劇が現実の生活の出来事の再演なのか、一部のアイテムの関係性の比喩的解釈なのかどうかはまだ明らかになっていません。実験記録1112-13。対象。D、19564死亡した両親と元を持つ、20代の女性。人形。1112-1-2および3。報告内容。対象は、元との会話に勤しむ若い母親と父親の影を観察したことを報告しました。およそ4分の時点で元夫は母親の腰に手を当て、二人の男は荒々しい口論に発展しました。対象の父親は気絶したように思えます。演劇は元夫と母親との抱擁で終了しました。対象はそのイベントを反芻する間、混乱していました。状態が改善されるまで、対象は交流棒に置かれました。オブジェクトは故意に心理的に有害な内容を見せているのかもしれませんし、現実における評価不能な要因に基づいて主題を演じているとも考えられます。これでは何とも言えません。博士。実験記録1112-30。対象。D、13961死亡した母親を持つ中年男性。人形。1112-3。報告内容。対象は一時間にわたり、自身の体を切り離す母親の影を観察しました。投影図は後方から大体、尻と切り取りを進行し、左腕を切り取る直前に D、13961は敵対的となり、実験は中止されました。影への重度の血液損失にもかかわらず、人形は影響を受けていないように見えます。D、13961はシーンが進むにつれ狼狽し、当時の再利用のために交流施設に置かれました。追加のインタビューで、D、13961は彼の母親が身体醜形障害に苦しんでいたことを説明しました。対象は母親が最近になって自然死したことを把握しました。最も奇妙なシーンでさえ、現実でのいくつかの根拠を持っているようです。博士。実験記録1112-32。対象。D、18431殺人罪で投獄された10代の男性。人形、1112-4および1112-1。報告内容。
1112-4 は、編集済み、として登場したと報告されています。1112-4 は1112-1をスクリーンの向こう側まで追いかけ、データ削除済み。対象が高速を破壊し使用者を攻撃しようとしたため、対象は予定を前倒して収容されました。小道具がスクリーン上に現れたのが初めて記録された例です。1112-4 はその後1時間、触れると少し暖かいことが指摘されました。